ラッキーですね。はい。入ってる。もう一回行きますね、もう一回。はい。これちょっと下がると大変かな、テンポが。うまい。ああ。いい読みしましたね。惜しいな。いい読みしましたね。惜しいな。はい。おお、ナイスショ。いきなり。川島さん、ある程度打ち方見て判断してポジション下げたいですね。あそこがやっぱりバックハイになるので、ある程度水戸さんの打ち方、バウンド今ちょっとワンテンポ落として、その分だけラケットがボールの下に入ってっていう、その動作見るとちょっと分かりやすくなります。あ、ちょっと紙ですからね、その強く打ちすぎない。はい、ナイスボール。あれをこう入ると取れないですね。だからこう入れば押せるんです。そうそう、なんかこういう感じでいかないで、こういうやってました。はい、そうそうそう。あ、ナイスショー。ナイスショー。オッケー。ナイスカット。カット。うまいうまい。よいしょ。それで、せっかくそれの真ん中川島さんが取りに行ってくれたから、サイドは。ナイスカット。カット。うまいうまい。よいしょ。はい。取れる。おお、ナイスボール。決めて。ナイスカバ。戻って。ナイスカ。ナイスカ。下がんないですよ。バイバイ。あそこ短く落とした後下がってきちゃったんですけど、もうちょっと前でいいんですね。ナイスカバー。ナイスカバー。下がんないですよ。バイバイ。はい。うん。思い切らすと、おお、じゃあもう一球いきます。あ、中山さんちょっと下がりすぎちゃいますね。ボックスの中に入ったまんまでいいですよ。でも分かんないっては分かんないですよ。相手の打ち方は分かんないです。あのスライスの面だったら分かんないですけど、普通のストロークだったら多分ここかこうしてるかって違いで分かる。スライスにされたら分かんないんですけどね、うん、そうそう言ってますよね。
多分そしたらそこ、まあ威力のあるボールはそんなに来ないんですけど、ただ分かんないってだけなんで、そうそうそう。だから前衛としてはそのロブかもしれないけどポーチいけるかもしれないんで、そのこういう浮いてきたボールに対して行っちゃってもいいですし、行くふりをしてもいいです。こうやってフェイントというか入れてもまあいいかな。うん、そうそうそう。パンってボレーされたの、パンってそのままボレーで返すのが簡単なので、やっぱりちょっとロブケアの位置に行っちゃうんですよね、うん、なので前が空いちゃうから、まあ、もう少し前を押さえといて、うんうんうん、怖いですよね。こうやってね来たらちょっと前に向かってきながらだと少し反応できるスペースは取った方がいいですけど、まあその場で打ってる限りは、であとそんなにここら辺でしたら、うんうん、あ、岡本さんちょっと下がりすぎちゃいますね。ボックスの中に入ったまんまでいいですよ。はい、入りました。やった今分かんなかったな。開けました。よしか、はい、あ短い、オッケー、落としていいよ。え、あ、入るよ、入った入った、入ったの。新しいシーンでしたね今。相手のコートに入ってこのたるんだネットに当たった。すごい今のは。はい、じゃね、出ました。もう一回。私か、どうせそっちは眩しいと思って。よいしょ、よいしょ、あ、いいとこ来るよ。あー、でも待ってた。はい、出そう。 OK、 出ました。よいしょ、はい、いや、来るよ。いや、頑張って。決まんないね。じゃあ交代しましょう。はい、惜しい惜しい惜しい、コースは、コースは合ってますよ。 OKOK、 はい、いいとこ、お願い、なきゃなきゃ、行き過ぎないで。あとかな、あとかな、風上、風上でしたね。まあ、どの道、あの向こうの2人とも右側で取らせたら眩しいんで、だからまっすぐ打つと向こう行っちゃうじゃないですか。だからさっき結構ずっと僕やってるように上に上げればちょっと嫌がってくれる。はい、おう、わ、おー、危ない。あれでももう川村さんが打つコースある程度決めとくっていうか、今みたいに土井コーチが入ってくる可能性があるので、まあ、あとは川村さんが打って自分で入ってくるパターンとパートナーが入ってくるパターンの2パターンがあるから、
あの多分打ってくるのは私がもともと前にいて高間さん後ろだから、次も多分高間さんに返ってくる可能性が大きくて、その次のボールをもうどこに打とうか二択、河村さんが来なければもう一回ストレート打って自分が入るし、あの今みたいにドイコーチが入ってくるとそこ真ん中は絶対通せないので、で本人が打って今みたいに河村パターンだとクロスに戻した方がいいし、なのでどう打った後かなっていうのをある程度予測しながら準備していると少し対応ができやすい。今入っても多分ドイコーチベチャってベチンって打たれて終わっちゃいますよね、うん、なのでその前から予測できることなので、何してくるかな予測しながら行くとスムーズに行きやすいと思います。おっ、危ない。はい、あ、やばい、やばい、ああずれた。よしよし、いろいろ見ちゃった。よし、じゃあ交代しましょう。はい、わあ、ナイスボール、いい深さ、戻しちゃっていいです。はい、やばい、はい、あっ、よいしょ、わ、流れいいよ、流れ、ミトさんだね、ミトさん、うん、もう一回で、風はもう当たり前なんですよね。だから慌てて打つっていうよりは、あ、これ無理だと思ったら落とせばいいんです。それだけ、たったそれだけのこと。はい、と来ない分やっぱちょっとそう前に行きながら、はい、 OK、 えいよ、 OK、 ナイス、勝負、そっち空いてたな。うん、でもこっちが空いてたんでもう打っちゃいます。まあでも角度ついちゃったんでね、もうちょっと外側意識ですね。よ、 OK、 ナイス、勝負、そっち空いてたな。まあ、でも角度ついちゃったんでね、もうちょっと外側意識ですね。うん、はい、うまいな、ナイスナイスナイス、ラブ、思い切り上げれるから、お願い、いい感じ、いい感じ、惜しい、よし、そう、取れる、あ、いやでもそ、この面だったらもう分かんないし、じゃあ交代しましょう。